先週末の外国為替市場では政府・日銀によるドル売り円買いの市場介入で一時7円以上円高が進みました。週明けの24日の外国為替市場では円安が進んだ後急激に円高方向に動くなど激しく変動していて、市場関係者の間では政府・日銀が再び市場介入を実施したのではないかという見方が広がっています。続きを読む。先週21日のニューヨーク外国為替市場で円相場は1ドルイコール151円90銭程度まで値下がりした後、政府・日銀が介入の事実をあえて明らかにしない、いわゆる覆面介入を実施したことで円相場は1ドルイコール144円台半ばまで一気に7円以上値上がりしました。外国為替市場ではその後、円が売られる展開となり、週明けの24日の外国為替市場で円相場は一時1ドルイコール149円70銭まで値下がりしました。ところが午前8時半過ぎに急激に円高方向に動き、円相場は一時1ドルイコール145円28銭まで値上がりするなど激しく変動しています。市場関係者は外国為替市場では早朝に円安が進んだ後円高方向に大きく変動しており、先週末に続き政府・日銀による再度の市場介入があったのではないかと話しています。鈴木財務省、必要に応じて必要な対応を取る。鈴木財務大臣は24日朝、財務省内で記者団の取材に応じ、市場介入について私どもは市場を通じて投機筋と厳しく対峙している、そういう状況を考えてコメントしないと述べました。その上で24日の外国為替市場で再び円安が進んでいることについて、引き続き高い緊張感を持って為替の動向を注視している、投機によって過度に変動するということは断じて容認できず、そういう時には必要に応じて必要な対応を取っていきたいと述べ、今後も必要があれば市場介入も辞さないという姿勢を示し、投機筋を牽制しました。神田財務官、過度な変動に対しては適切な対応を取る。神田財務官は、円相場が急速に円高に動いた後の午前8時50分ごろ、財務省内で記者団に対して、介入の有無については一切コメントしないが、先ほども24時間、365日過度な変動に対しては適切な対応を取ると申し上げたわけで、それをこれからもずっと続けていくことになるのだと思う、と述べました。